はい、どうも。今ですね、この車ちゃん、愛人ですね、車検に持っていくとき、車検に持ってきます、はい、4年目になります。まあ僕が車で東京に来た理由は、こいつをですね、車検に持っていくっていうのが、まあ一番のメインなんですけど、まあ4年目ですね、こいつと。まあ、今回ちょっとね、ショップさんにいろいろと見てもらって、まあ、どこまでやり込むかっていうのはちょっと決めようかなと思ってます。まあ、エンジンオーバーホールするか、まあ次の2年目でオーバーホールするか、まあちょっと考えますけど、まあ今回やっちゃうか。まあちょっと考え中ですね。持ってって決めて、でまあ、お時間ありますので、もうちょっと、まあ車検なんで車検志向にしましょうか。車検志向ってなんやねんっていうね、自分で言っときながらなんやねんっていう。車検志向なかなか面白いですね。車検志向、まあ車検って、まあまあ実際普通に、まあ、ほとんど車持たれてる方は、まあ、どっか買ったところとか持ってってお願いすると思うんですけど、このねユーザー車検っていうのがあって、まあ僕一回その大学生の時とかお金なかった時ユーザー車検やってたんですね。でユーザー車検やる時にめちゃめちゃ調べたんですよ、ネットでどういう風にやるのかなっつって。でまあ実際そのユーザー車検やると、その基本的にその税金のみなんですよね。税金と自賠責だけなんで、まあその排気量にもよりますけど、まあ一番最安ね、税金のみですから、税金と自賠責のみのお金で済みますので、基本ちょっとで、その車屋さんに頼むと車屋さんのその見てもらうお金が上乗せされるので、まあ一番最安値で車検が受けられると。でそのユーザー車検のいいところっていうのは、まあ安いと。ただまあちょっとめんどくさいっていうか、まあ慣れれば簡単っちゃ簡単ですけどね。慣れれば一応簡単です。ただまあ陸運が土日とかやってないのかな、平日持ってかないといけないっていうのもあるのかもしれないですね、デメリットとしては。ただ陸運は多分土日休みだと思うんで、まあ、やってるとかあんのかな、まあ、調べ、まあ、結構ね十何年前にユーザー車検やったんで、まあ今はですね、もう車検とプラスアルファ、そのこの車が古いですから、いろいろ見てもらいたいっていうのがあって、まあこれ一回止まりましたからね。じゃあ何伝えたいかっていうと、その車検って言っても自分でやるのか人に任せるのかっていうのがあるわけですよ、ね、実際ほとんどが人に任せてると思うんですね。車検多分ユーザー車検やられてる方少ないと思います、規模感覚的に言うと。車を所有してる人のほとんどがユーザー車検じゃなくて、車屋さんに持ってって車検ね、お願いしたりとか、まあ、ガソスタとか、まあ、いろいろ車検扱ってるとこありますけど、多分おそらくそんな感じでやってると思うんですよ。で車はですよ、車はそういうとこに預けて見てもらうのに、その、まあ、自分でやれるっていう選択もあるわけじゃないですか、安くね。だけどやらないわけじゃないですか、お金払いますよね。でネットビジネスの場合って、まあ、基本的にみんな人ほとんど一人でやって挫折する人が多いんですよ、一人でやってね。だけど車は人に預けて金払ってるわけじゃないですか。でもネットビジネスの場合は自分でやって自分で挫折するっていう人がほとんどなんですね。これね、僕思うんですけど、人にやってもらってもいいんじゃないかなっていう、挫折するんだったら。まあ一つ事例を挙げるならば、そのサイトアフリエイトですね、サイトアフリエイトで50万稼いでる人いるんですけど、その人自分で書いてないですからね、文章全部ライターさんに、まあ主婦の人ですね、主婦の人に記事依頼して、1記事いくらとかでお願いして、でやることは題材考えて流して金払って、でその記事をまとめるっていう、それで50万ですよ。で実労働が週4時間ぐらいですよ、週で4時間ぐらいね。まあサイトに記事まとめるとか、
あと題材作る、題材のテーマを考える、振るための考えるだけですから、サイトのメンテナンス週4時間で50万ですよ。よくないですかね。だけどみんな金払いたくないっつってそこケチるわけじゃないですか。いや、書けるんだったら書けばいいし、書けないんだったらそういう任せるっていうことも今できるわけですよ。そのランサーズとかクラウドワークスとか個人でもそのライターさんにね、こう依頼できるっていうサービスが、あの中間のサービスがあるわけですから、昔と違うわけですよ。だからやれば稼げるわけですから、どうすればやれるのかっていうのを考えて、そこでケチるんだったらですよ、そこでお金ケチるんだったら、じゃあ車検もケチろよって話じゃないですか。車検はケチらないのに、まあ多分車検をケチらない理由っていうのが、まあその命の問題っていうのもあるのかもしれないですけど、車だからね。でも車検はケチんのに、ケチんないで依頼するのにね、なんでそこのお金を稼ぎたいってところケチんのかなって僕は思うんですよ。お金稼ぎたいんだったらいろんな方法があるわけですから、例えば転売に関しても、転売も絶対稼げるんですけど、みんな仕入れないわけですよ。いや吉田さん、そのやり方が分かんないんです。やり方なんて調べれば誰でも分かりますからね。調べてないだけですよ。ユーザー車検もそうで、調べれば誰でもできますからね。大学生の時、十何歳の時でもできるわけですよ、ユーザー車検ね、調べてネットで。その時ね、確か学校で調べたと思います。パソコン持ってなかったから、学校でユーザー車検調べてやってたと思います、確かね。大学生10代の頃でもユーザー車検ね、調べてできるわけですから、ネットに載ってるわけじゃないですか、答えって、やり方って。でユーザー車検やりたいって言ったら、ユーザー車検の情報調べまくれば、でプリントアウトも僕学校でやりましたから、ただですよ、ね、そう、学校の休憩中とかに、まあ、あの開放してるじゃないですか、大学生、大学のキャンパスって。でそう使ってユーザー車検のやり方調べてやりましたよ、金ないから。だからなんかね、そこのお金の使い方というか、なんかちゃうんちゃうかなっていう。ケチるんだったらやれよって話で、いや僕はね、僕はこいつにお金がかかるんで、自分はこいつにお金がかかるし、まあ SNS ね、無料のやつ使って広告使わなくても、集客できるし、あの動画もいっぱい撮れるし、記事も書こうと思えば書けるし、まあ今 Facebook めちゃめちゃ書いてますけど、そんなのもなんだろうな、無料でできるわけじゃないですか、文章書くなんて。いくら文章書いても無料ですよ、すごくないですか。いくら無料書いても無料ですよ、だからそこのなんかね、感覚値が違うというか、なんかそのめんどくさいってあるじゃないですか。いやと、いや、めんどくさいんだったら金払えよって話じゃないですか。車検もそうですよね、めんどくさいからその業者にお願いするってのもあると思うんですよ。めんどくさいから金払ってますよねって話で、めんどくさいんだったら金払えよって話じゃないですか。でそこをめんどくさいし金払いたくないし、どっちやねんと、じゃあ無理だよって話ですよね。めんどくさい、やりたくない、お金も払いたくない、じゃあやるなよっていう。じゃあやるなよっていう。でそんなね、全部傲慢には無理ですよ。何かを得たいんだったら何かやっぱ我慢するとか、何かやんないと。例えば何か美味しいものを食う時も、例えばレストラン行った時も、美味しいものを食べるっていうことに対してお金を払うわけじゃないですか。だから出てきますよね。だけど入るじゃないですか、美味しいものはね。そう、この関係性でしかないので、全部じゃあね、美味しい高級フレンチ料理店行って、すいません金ないんでタダで食わせろっつって食わせてくれるお店ないじゃないですか。でインターネットのいいところは、その自分で調べようと思えば、そのタダ飯ができるんですよね。その飲食店で飯食って食い逃げしたら、それは犯罪になっちゃうかもしれないけど、ネットで情報っていうのは無限に無料で調べられるわけじゃないですか。無料で無限に、
調べようと思えば。ということはその情報っていうのは別に自分が調べる気があればいくらでも調べられるわけですよ。やり方っていうのはユーザー車検のやり方が分かんないんだったらユーザー車検で調べればそのやり方っていうのは載ってるわけじゃないですか。であとはやるかやらないかですね。僕はやりましたけどね、お金なかったから。でお金がないんだったらお金がないなりに無料でめっちゃ調べて自分でやればいいと思うんですよ。お金がないんだったら自分で記事書けばいいし、お金がないんだったら動画撮ればいいし、動画スマホみんな持ってるわけだしね、スマホみんな持ってるじゃないですか。スマホ持ってないんだったら買ってください。インターネットビジネスで稼ぎたい言うてるのにスマホもないんじゃちょっと微妙ですよ。だからスマホ今ね、スマホ持ってれば写真も動画も何でも撮れるわけじゃないですか。しかもネットにすぐつながるし、もうスマホだけで僕ビジネスできる自信がありますね。っていうか動画に関しては全部ほぼ9割9分スマホですからね、一般公開してるやつは。だからこんなんのめちゃめちゃ使えばいいと思うんですけどね、お金がないんだったら。なんであるものを最大化利用しないのかなっていう。ないものを求めてる、ないものを求めるじゃないですか。別に求めてもいいんですけど、お金がないんだったらお金がないなりにアイディア考えろよって話で、なんかねそこはねちょっと違うんちゃうかなって僕は物申したいですよね、だって日頃の生活で絶対お金使ってるじゃないですか。なんで使ってるのに、例えば電車乗るのもそうじゃないですか。歩けば行けるわけじゃないですか、目的地に。歩けば目的地に行けますよね。じゃあなんで電車使うのって話で、それは目的地まで早く行きたいからですよね。なんでタクシー使うんですか、楽だからですよね。だそういうのにお金払ってるのに、なんでネットビジネスになるとお金使わないのっていう。いや使わないんだったら使わない、お金ないからしょうがない全然いいんですけど、だったら自分でやるよって話じゃないですか。自分で情報も無料で調べれるし、やれば何でもできるわけですから、そこがね どうしたもんかなっていう。僕は広告費を使いたくないから、広告費を使いたくないんですよ。広告費使わずにいけてるので、まあこのまま行き切りたいなっていう。だから無料でできることは全部やっていくと思いますけどね。なんかねそこがねちょっとね思考を変えるべきちゃうと、思考を変えないといけないところかなと僕は思いますけどね。ユーザー車検やる人なんかごく一部ですから、でそういうとこにお金払ってるわけじゃないですか僕たちっていうのは。でもなんかねネットビジネスになるとそこがなんか、そこが なんだかんだでっていう形になっちゃうんですよね。なんなんですかね。だから別にお金払えというわけじゃないですか。お金払えないんだったら払いなりなりになんかやろうぜって話で、お金ないんだったらユーザー車検やれよって話で、そうじゃないですか。一番最安値ですよユーザー車検。一番最安値、ユーザー車検より安い車検はないですね。お金がないんだったらユーザー車検でしょ。まあもしくはもう車を持たないっていうね。車を持たないっていう選択、あれもこれもはいかないですよ。あれもこれもは無理ですよ。まあネットビジネスで言うとギブがあるからテイクがあるっていう、まあ、話ですけど、テイクテイクじゃ無理ですよね、
例えばネットビジネスでお金稼いでる人って基本フリーコンテンツじゃないですか。フリーコンテンツをたくさん扱ってますよね。メールアドレスを取得する、その場合も無料プレゼント、うん、あとは例えばブログで稼ぐって言うのはブログの無料記事コンテンツがあるからアクセスが集まるだけであって、そこに無料ブログに記事がなかった、フリーコンテンツ記事なかったらアクセス集まんないですよね、そもそも。じゃあそのフリーコンテンツどうやって作っていくのと、自分でやるのかライターにやってもらうのか、それとも社長になって社員にやらせるのかって話じゃないですか。それがバイト雇うか分かんないですけど、自分でやるか人にやらせるか、もしくはまあロボットっていうね選択もありますけど、ただ人にやらせる、ロボットにやらせるっていう場合は、まあ、それを買ったりとか雇用するために金かかりますから、だからそこをけちるんであるならば、そこをけちるんであるならば自分でやろうぜっていう。もうちょっとで着きますね。だからね、車検志向ですよ。車検志向、絶対ユーザー車検やってる人少ないですからね。まあやってる人もいると思うんであれですけど、まあほぼやあのユーザー車検やる人いないでしょうね。だからユーザー車検やる人って本当車好きな人とか本当に金ない人が多いですね。でも車好きの人が多いですね、ユーザー車検やる人は。だからね、まあでもね、金がないって言ってるんだったら金がないなりにできる方法を探した方がいいと思うんですよね。金がないんだったら、金がなくてもネットビジネスできますからね。無料で SNS できんじゃないですか。だから金がない人こそネットビジネス以外選択がないと思うんですよね。選択がないというか、ネットビジネスだろうなと思うんですけどね。初期費用ほぼゼロで全部いろいろできる、集客とかできるわけですから。インスタグラムもね、僕いっぱいやってますけど、2000600枚アップしてますけど、インスタ無料ですよ、無料。動画に関しても2300本ぐらいアップしてますけど無料ですよ、無料。これなんでやんねえのかなっていう。こんな素晴らしいデバイスがあって、こんな素晴らしいね、無料で使わせてもらえる SNS があるのに、なんでかなと、もうなんでかだっていう、なんでかんでが、なんでかんで、要はね、まあいいや、とりあえずとりあえずやろうぜっていう話ですよね。だからね、お金がないんだったら、まあ、まとめるとユーザー車検やりましょうって話です。金がない言うてるんだったら調べればできますから。これができないって言うんだったら、おつむ僕より頭悪いですよ。18歳の10代の僕でもできたわけですから、これできない、大の大人ができないってことはないでしょ。しかも僕頭いい方じゃないですからね。もともとね、そのユーザー車検のやり方知ってたのか、全く初心者ですよ。初心者だけど調べまくってプリントアウトして、うん、ここでこうやるんだみたいな勉強すればできるようでしょ。来ました、トップシグ。ってか開いてねえな今日、なんでだろう。はい、ということで着きましたんで閉まってます。では